3時とかまで床で寝てた気がする。3時とかまで床で寝てて、でコンタクト取って、でまたそれでお風呂入ったのかな、3時ぐらいに床で寝てたの起きてお風呂入って、でお風呂入ってから頭乾かす気力が出なくて、そのままもう一回床で寝て、5時半ぐらいに起きて、ああ頭乾かさないと風邪ひくわと思って頭乾かして、6時ぐらいに布団に入って9時に起きた。そんなさ、なんか寝たような寝てないようなみたいなさ感じだったから、昼間鬼お昼寝したよね今日。でもそれでも今日眠いからなんか寝れそうって感じ。こんばんは。なんかさ、1ヶ月ぶりにお家帰ってきてさ、まあ何もないわけ。トメさんトースト10個ありがとうございます。何にもないわけよ。食べるもんもなければ、なんか一旦全部片付けちゃってたから1ヶ月空けるってなって、まあ、そうなるとさ動かないと何もできないわけよ。めんどくさいなって思っちゃってさ、ちょっと動けなかったね夜。動くやる気がさらさら出てこなくて、まあさやかちゃんもびっくりの感じでしたね。こんばんは。なんか今日の目標はお昼寝をしないこととキャリーケースを片付けることだったんだけど、何一つ守られなかったですね。やちさんトースト10個ありがとうございます。でも洗濯はした。わさっぴさんトースト10個ありがとうございます。洗濯はできたので、洗濯と買い物は行けたので、まあ0点ではない20点ぐらいですかね今日点数つけるとしたら。まあ20点ぐらいはあげれるかな自分にっていう感じです。なんか今日は洗濯して、まあじゃあ明日の目標はキャリー片付けることですね。やばい。でも今日はゴミ箱のゴミ袋セットしたりとか、またね3週間ぐらいここに住むんで、3週間もないのか、今日9日でしょ、今日9月9日1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 18日しかこの家にいないじゃん。3週間ないのか。まあ18日くらいこの家に住むので、住める家にちょっともう一回改造して、でまた18日後には長期間開ける家にしなきゃいけない。大変だ。キャリーケースね、部屋のど真ん中にドーンって広げたまま放置されてる。洗濯物だけ出して、こんばんは。こんばんは。ファンから見たらサイリン120点。本当？サイリンファン甘いね。甘いねん。サイリンこんばんは。こんばんは。だから今日はとりあえずなんか洗濯の洗剤がなかったんで買いに行ったら、これは不思議なことでね、買い物に行く前にさ、どの洗剤使ってるか確認して買いに行ったはずなのに、ちょっと種類が違ったんですけど、まあいいかと思って
そんな大した違いはないと思って使おうと思ってるんですけど、まあ買いに行ったりとか、キャベツとかお肉買って1ヶ月ぶりの自炊の準備、まあ今日はちょっとやる気出なかったんでしてないですけど、今日はもやしをチンして食ってたんですけど、明日からまた自炊だ。こんばんは。まあなんか今回はでっかいキャリーで行ったんですよ。なんか私2つキャリー持ってるんですけど、1個が何リットルだったかな忘れちゃったけど、まあなんか3、4泊用で、今使って、今日今回行ったのが7、8泊用、まあ1ヶ月くらい滞在するとき大体それにぐんぐん詰めてるんですけど、飛行機って20キロまでしか荷物入れられないじゃないですか。だから大きいキャリーだとさ、荷物が入っちゃうからさ、こうつい重くなっちゃうわけだから大変。なんか重さのこと考えながらキャリーに荷造りするのストレスだなと思って、次はちっちゃいやつで行こうと思ってちっちゃいやつだったらね、ぎゅうぎゅうに詰めても20キロなんて絶対行かないからさ、ギュンギュンに詰めていこうと思って。マサトさん、トースト10個ありがとうございます。こんばんは。こんばんは。なんかどうせ洗濯するからね、そんなたくさん服持ってかなくていいしさっていう学び。昨日とか超ギリッギリだった、重さ飛行機に 19.75kg とかだったからセーフって。その分ね、リュックめっちゃ重かったけどね、リュックバカ重かった。あー耳痛い、キーンってなった。まあキャリーに入りきらないのはね、郵送しちゃえばいいから。宅急便で送ったらさ、まあ、1500円しないぐらいで送れるじゃん。でもさ、キャリー20キロオーバーするとさ、2500円ぐらい取られるんですよ。送った方が安くねっていう。あとでっかいキャリー移動が大変、重いから、ちっちゃい方が小回り利くしねっていう気持ち。まあ東京に帰ってきましたよ。こんばんは。演出助手のねリサさんと一緒に飛行機乗ってきたよ。帰りの飛行機一人だったら心配だなと思ってたからね、一緒に帰る人がいてよかった。でも今日ね、横内さんがさ舞台のね、ね、知らない人のために一応説明するとね、今回のミュージカルのあの脚本演出の横内さん、みんながし、もう世界の横内さんがね、今日ツイッターでなんかすごいこと書いてて、あーハードルが上がるって喜びとともに、ハードルが上がってるよっていうね気持ちになりましたけど、そうツイートしてくださってて嬉しかった。まあ初めてねご一緒させていただいたので、そうそうそう、初めてご一緒させていただいたのでね、非常に非常にドキドキ。ヨコちゃんやハマちゃんに置いてかれないように必死でしたが、マジでヨコウチさんもリサさんも、あと音楽の深澤さんもダンスのエリさんとラッキーさん、もうみんなにとんでもなくこう指導していただきまして、見捨てずに指導していただきまして、
やっとねやっと鉄に慣れてるかなって感じなんで、本当にね皆さんのおかげです。私のポテンシャルがあったかどうかは分かりませんが、まあでも横内さんがあるってね、ちょっとごめん、横内さんがあるって言ってくださってるのできっとあるということで、あるということにします。ごめんちょっと携帯の充電器必要だったからちょっと取ってきた。よいしょ。まああまりにも課題が多すぎてね、最初は本当にどうしたものかと思いましたが、本当にねどうしようかと思いましたが、よかったです、そのように言ってもらえるようになって。こんばんは。でも愛媛さ、毎日なんか忙しくさせてもらってたからさ、まあ、毎日稽古したりとか、まあ、基本毎日稽古してたから、急になんか東京帰ってきて、はいオフですって言ったらどうしようってなるね。どうしよう、することねえわみたいな。ちょっとまあ動画編集ね、もう2ヶ月くらい眠らせてる動画在庫があるんで、早急にね動画編集しなきゃいけないんで、明日は動画編集の日かな。ぼっちゃん劇場のなんかブログあるやん、オフィシャルブログ、キャストが交代で投稿するって。私もやるのかな。第1回目はジョン万次郎役の天野さんだ。すごっ、ブログなんてあったんだ。東京帰りただいまです。何書こっかな自分の番が来たら。ちゃん劇場、あー愛媛は戻りたいな。愛媛に早く行きたい。早く自分の初日来ないかな。愛媛楽しくて楽しくて最高だったな。久しぶりに朝配信がなくて今日は調子狂った。多分東京にいる間はあんましないかもまた今まで通り夜メインになりそうですけど、まあ朝やる時もあると思うけど、やらないことが多いと思うので、あの755をチェックしていただけると。朝配信する時は必ず755に前日に言いますんでね。ひらりんさんトースト10個ありがとうございます。ポエムのスイートポテト味とクリア味食べましたか。多分ねスイートポテト味食べたよ、るんちゃんの差し入れで。そう、今日帰ってきたの？まあツイートを見てもらえば分かると思うんですけど、昨日です。懐かしい背景、そう1ヶ月ぶりの背景です。1ヶ月ぶりでございます。ハメちゃん一人で寂しがってそう。なんか一生帰らないでって言われてた
ハマちゃんに一生帰らないでって言われてたけど、頑張ってねって言って帰ってきた。別れは感動のハグでしたね。まあ言うて20日後ぐらいには一旦会えるんですけどね、入れ替えでね。こんばんは。東京愛媛の移動大変そう。それがね、意外と大変じゃないんですよ。やっぱ飛行機って早くて1時間ちょっとで、1時間半ぐらいでね着いちゃうんで、めっちゃ快適です。すぐやんっていう。飛行機ってそんな早いのって感じ。まあ昨日はね夜の飛行機だったんで、窓からね真っ暗の何も見えない景色しかなかったんで、ちょっと思んなかったですけど、なんか飛行機の中でなんか映像見れたから、アメトーク見て帰ってきた。アメトーク見ながら帰ってきました。こんばんは。さあ、浜ちゃん、浜ちゃんあさって初日ですからね。で、浜ちゃんなら大丈夫です。浜ちゃんの方が全然上手やし。寂しいがり度は私より高いと思いますけどね。こんばんは。飛行機と新幹線どっちが快適？まあ個人的には新幹線ですけどね。新幹線だったら荷物の重さ制限もないし、5分前に駅着いても乗れるし、なんか動き回れるし、まあ、個人的には飛行機っすかね。携帯触れるしね。こんばんは。快適度で言ったら新幹線だけど、まさやかちゃんのワクワク度合いで言ったら圧倒的飛行機ですね。やっぱ空飛んでんの最高に楽しいよね。やっぱちょっとね、ちょっと高いとこ好きだね。ふうやくび出た。まあでも結局やっぱ飛行機の移動って早いから、時間がねかかんないから飛行機の方がいいよね。よいしょ。そう、飛行機ね、ネット使えないのがちょっと嫌ですね。昨日はアメトーク見ながらずっとオフラインでできるゲームしてた。ポチ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 。離陸する瞬間のワクワク。なんかさ、この前東京から、この前っていうか1ヶ月前にさ、東京から松山まで飛んだ時より、今回松山から東京に帰ってくる飛行機の方が離陸と着陸がすごいスムーズだった。なんか衝撃がすっごい少なかった。なんかパイロットの技量とかもあるんですかね、どうなんですかね、わかんないですけど、飛行機の種類とかにもよるのかな。こんばんは。帰りの飛行機も飲み物もらった。リンゴジュースをもらいました。
こんばんは。パイロットさんとかにもよるんだ。じゃあは結構衝撃がある方が楽しいので昨日はなんかおすごいすんなりすんなり着陸したな、ってなってましたね。衝撃ある方がちょっとおもろいやね。偏西風の影響、離陸と着陸に偏西風は絶対に影響しないと思うけどね偏西風ってだいぶ上の方を吹いてる風だから、絶対偏西風は離着陸には全く関係ないと思うけどね。普通の風だと思うわ。それは偏西風が影響するのは上を飛んでる時じゃない衝撃あった方がおもろくない？こんばんは。遊びに来てよ、ありがとう。こんばんは。今日さ、誰とも会話してないからさ、一日を通してちょテンションが上がってない今。めっちゃテンションゆったりめだわ。いつものマシンガントークが繰り広げられない。脳みそが終わってる、ね、眠いかもめっちゃ夕方寝たのに。セリンこんばんは。こんばんは。空母の着艦とかはかなりすごい。あ、でも空母ってさ、その言うてもさ、空港みたいにさ滑走路が長いわけじゃないからさ、急激にスピード落とさんといけないから、なんかすごいグーってなりそうだよね。 G がかかりそうだね。こんばんは。そう、めっちゃ眠いんだよね今日。夕方めっちゃ3時間ぐらい寝たはずなんだけど眠たいですね。こんばんは。今日はしっかりとお布団で寝たいと思います。昨日は床っていうか、なんかね、廊下とリビングのドアのね間で寝てたんだよね。頭が廊下で体が部屋みたいなどんな寝方やねんって感じだけど、部屋のど真ん中にキャリー置いてるからさ、部屋でさ横になるとこないわけだから、なんか廊下みたいなところで寝てた。こんばんは。まあ、なんでそんなところで寝たかっていうと、まあそんなところで横になったからですよね。あー疲れたって言って横になったわ。まあでもね、ちょっとそろそろこれぐらいの時期からね、そんな布団かけずに寝たら風邪ひくと思うんで、ちょっと気をつけたいと思います。このご時世で風邪ひいたら一番めんどくさいからね、ややこしすぎるからね、気をつけようと思います。こんばんは。ただいまけんけんさん、綺麗だよギフト10個ありがとうございます。こんばんは。愛媛で美味しいもの食べた。鯛めしとじゃこ天と、なんかいろいろ食べました
こんばんは。こんばんは。でもさ、9月の終わりなんてさ、絶対あっという間ですよね。ここからなんかいろいろとあるしね。チャリティーライブもあるし、下北 FM さんもあるし、ちょこちょこね、何かしらあるから、あっという間だと思います。頑張っていこう。って言ってめっちゃ長かったらやだなめっちゃ長かったらやだな。休みの日長っみたいなだったら嫌だけど、まああっという間だと思うわ。そう、16日にね、下北 FM さんありますから、頑張ってください。ありがとう。こんばんは。愛媛楽しみやな。ミュージカルがこんなに楽しいとはね。楽しくて仕方がないです。おとといなんかね、場当たりしてて、まああまりの自分のできなささに、本当にね、まあちょっとショールームでちょっと喋ってたけど、まあ死んでたわけ、メンタルが無理かもみたいな。でもなんか昨日はすごい楽しめて、自分がね、したらなんかよかったよ、止めてもらったから。やっぱ自分が楽しむことって大事なんだなとは思ったねそう、そうね。ハマちゃん寂しがってるね。絶対寂しがってるよね、ハマちゃんハマちゃん、アイドルよりも。なんかさ、その楽しさにランキングつける必要って別になくないですか？個人の見解ですけれども、なんでそうやってなんかあ、もうアイドルのこと嫌になったんだみたいな、なんでそうやって捉えるの？悲しい。こんばんは。セリフは忘れない？なんかさ、稽古からさ本番までこんなに空くことってさ普通ないからさ、と怖いよねちょっと怖いよね。大丈夫かな、初めての経験だからね。ちょくちょく怒られるファン、え、怒るっていうか、でもちょっと悪意ないですか？なんかアイドルよりも楽しいんでしょそっちがみたいな。それはちょっとこっちもさ、なんかえ、そんなことないのにってなるやん そう、こんばんは。こんばんは。AKB で一番好きな曲ありますか？私がずっと言ってるのが涙サプライズです。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを、あの曲が一番好き。こんばんは。なんか MV のにぎやか感も相まって一番好きです。一回も披露したことないんですけどね。毎回ね、劇場の生誕祭で流れるのに一度も自分がやったことはないという
やつ。こんばんは。こんばんは。エイトの曲はなんだろうな。エイトで一番好きなの。むずむずいな。なんだろう。ルンちゃんが好きな曲だったら答えられるんだけどな。ルンちゃんは絶対天の邪鬼バッタが好きなんですよ。ルンちゃんはわかるんだけど、自分の好きな曲ってなんだろう。あ、ヘナチョコかも。今コメントにすごい共感したわ。ヘナチョコが一番好きかも。一時期すごい落ち込んだ時とかヘナチョコ聞くと絶対泣ける時期あったし。こんばんは。そうね、ヘナチョコだわ、私が好きなの。でもなんかヘナチョコは自分がやるより聞きたいんだよね。そう、自分がパフォーマンスするんだったら、自分がするんだったらルートかな。そう、自分がパフォーマンスするんだったら夢のルートだけど、聞くんだったらヘナチョコですそう、こんばんは。やばい、あくびが無限に出るな今日。ヘナチョコの2番好きだな。小田入ちゃんと一緒じゃん。神奈川でやりましたね。楽しかったな。歌詞がいいよね。アドレナリンとかもね好きだけどね。アドレナリンはね衣装が一番好きかな。可愛いアドレナリンの衣装、撮影で着させてもらったことあるけど。いい曲たくさんですよね。みんなファンの皆さんもそれぞれこうだからあの曲が好きってこだわりがあるような気がしますね。夢のルートは見ていると気分が上がります。なんかダンスもこう元気な感じでこういいよね、諦めない頑張るみたいな感じのあの感じがいいよね。エイトの新曲楽しみ、楽しみに。木本先生エイト曲ほんといい曲書いてくる。いや本当にいつもいい歌詞書いてくださるから本当に感謝。今回のね「ネモハモルーマー」のカップリングにもエイト曲入りますからお楽しみに。私が8加入してから初めての全員曲ですね。新曲は8っぽい曲、個人的にはめちゃくちゃ8っぽいなと思った8っぽい、8らしいなって思った。こんばんは。こんばんは。
新曲は全員参加してる？まあ一応一応エイツメンの反応どうだった？あのね、今回はあのデータで送られてきて初めて聞いたんで、ちょっとまあハマちゃんの反応はわかるよ。ハマちゃんと一緒にピッて聞いたからハマちゃんの反応はわかるけど、他のメンバーの反応はちょっとわかんないですね。ハマちゃんと聞いたんで、そう。サヤの部屋で聞いたわ、ホテルの。でもなんかアマちゃんともなんか、あ、そう、8らしい感じの曲だねみたいな話はした気がする。マジでさ、愛媛にいられたらマジでずっとハマちゃんといたからね。寝る時以外ずっとハマちゃんといたよ。朝ごはんも一緒に食べてたし、稽古中はずっと一緒にいたでしょ。で稽古って基本さ、朝10時から夜、まあ、9時ぐらいに終わって1時間ぐらい自主練して、まあ、10時ぐらいにホテル戻るみたいな感じだから、まあ、稽古中12時間ぐらい一緒にいるでしょ。でその後お風呂一緒に入って、でお風呂入った後も 1,2 時間ぐらいなんか喋って、さすが寝るかっつって寝てって感じだから、寝る時以外マジでずっと一緒にいた。なんかさやが先になんかハマちゃんが通し稽古とかした時に、私なんか通し稽古とかするとさ、まあ、メイクして髪の毛かつらかぶって衣装着てみたいなやるから片付けも時間かかるわけよ。だからさやが先にホテル帰ったんだけど、ハマちゃんが「え、先帰ったの？」って連絡が来て、でさやはね、その稽古場からホテルまで帰る間に一旦スーパーに寄って、まあ、食べ物を買って帰ってホテルにもう戻ってたのね。電話かかってきて、今からスーパー行くんだけど一人寂しいって言うから、一旦さえばもうホテルに帰ったのにもう一回一緒にスーパーに行ったよね。ダッシュで稽古場まで迎えに行ったわ。こんばんは。そう、こんばんは。こんばんは。でもなんかあんなに毎日1ヶ月一緒にいてよく喋ることあったな。今思えばなんかずっと喋ってたけど、何話してたんだろう。毎日一緒にいてあんなに話すことあるって仲良しすぎんっていう感じだけどね、本当に。こんばんは。でケーキごちそうになった。いやなんか最初あーちゃんが通し稽古した夜になんかあーちゃん頑張ったから、まあスーパーのケーキですけど、あのこれ買って一緒に食べようみたいな、お祝いし お疲れ様会、私がケーキ買ってあげるからするよって言ってしてあげて、したらこの前私が場当たりした日にハマちゃんが、今度はそうさやながケーキ買ってあげるからお祝いしようっつって、お祝いっていうかお疲れ様会しようって言って、おごり合いおごり合いしました。とは一緒にマックのナゲット15ピースを半分こしたりとかいろいろしてましたけどね。一緒にピザ食い行ったりとか、そう楽しかったな。でマジでずっと一緒にいたな、ずっと一緒にいた。しかもさ、仲良くなりすぎるとさ、なんか無言の時間とかももはや気まずくないじゃん。なんか同じ空間にいるだけで別に気まずくないですみたいな。
なるやん。もうね、そこまで行ったね。そう、そこまで行きました。もう無言でも全然耐えれる仲良し。そう、いい関係だぜ。これでさ、なんか全体の普通にエイトのさレッスンとかでさ、ハマちゃんと私めっちゃ仲いいの、みんなびっくりするよね。え、そんな仲良くなってんのみたいな、みんなびっくりすると思うわ。サイリンにバスケ進めてんのにあまり響いてないことに悲しんでた全然響かないんだよねそれだけはね。そう、なんかそれ以外は結構何でも話し合うんだけど、まあ、それだけはちょっとね、こう響いてこないんだよね。で、別に否定も何もしない、そうなんだなんかそう見せてくれるんだけど、じゃあ見るんだよ、あいいそういうのとかは全然ないんだけど、見るんだけど、おー面白いけどねみたいな、うーんみたいな、なんなら溶接の方が気になるわバスケ観戦より溶接の方がちょっと個人的に気になりますけどね。ちょっとね、スポーツ観戦全般がさ、なんかバスケだから興味ないとかじゃなくて、スポーツ観戦自体が私あんまりそうしたことないし、そんな興味を持ったことがないから、そうなんですよ。ちょっとね、宇和島の鯛めし食べた、松山で食べたよ。宇和島では食べてないけど、宇和島鯛めしを松山で食べました、ハマちゃんと。成人式も一緒、確かに。なんかさ AKB 成人式でさ、なんか同い年でめちゃくちゃ仲いい子ってそういえばそんなにいないなと思って、別にね8のメンバーだったらみんなと喋るけど、あんまいないなと思ったけど、ハマちゃんとこんだけ仲良くなったら AKB 成人式も安泰ですね。こんばんは。道後温泉には入ってません。道後温泉はね、まだ、ああごめんなさい、ポキ音立てちゃった。道後温泉はまだ未開の地でございます。初見です、初見さんありがとう。並んで感激してたのも微笑ましかった。そうな、本番横ちゃんの本番ハマちゃんと一緒にずっと見てたんだけど、なんならその前の通し稽古から私はずっと感激してるわけ。なんか本番前の1週間ぐらいは、ハマちゃんヨコちゃん、ハマちゃんヨコちゃん、ハマちゃんヨコちゃんみたいな、1日おきに2人がずっとバータリと投資稽古をずっとやってて、私はもう毎日毎日感激してたわけ、みんなの稽古を。そうだ、ヨコちゃんがやってる時はハマちゃんと隣でそう笑いながら見て、ハマちゃんがやってる時ヨコちゃんと笑いながら隣で見てみたいな感じだったんですけど、ヨコちゃんの本番が始まってからは全3公演2人で楽しく見ました4公演かな、3公演かヨコちゃん楽しかったな。やっぱね漂流ダンスがいっちゃん楽しいんですよ。そう、それとハマちゃんと演出助手のリサさんと3人で死ぬほど元気に漂流ダンスいつも客席からお届けしてた。
稽古中とか本番も席で恐竜ダンスするのがいっちゃん楽しいんだからだからみんなもぜひ覚えてきてください。めっちゃ楽しいから、めちゃくちゃ楽しいです。道後温泉は本館にはぜひぜひ行ってみてください。お湯が違うんですよ、肌ツルツルになる。道後温泉の本館今工事中で入れねえんだな。なんか別館は入れるみたいだけど本館今入れねえんだな、それが残念でございます。恐竜ダンスレッスンしてください。ぽっちゃん劇場公式 YouTube に上がってるのでぜひそちらをご覧ください。レッスン動画が上がっております。しけんさんはじめまして、はじめまして、こんばんは。ほう、あくびちゃんが出ますな。こんばんは。そう、道後温泉の本館はね、老朽化とかもあって絶賛工事中ですなんてタイミングなんだ、非常にね、非常にタイミングが悪くて、ちょっと明日さ、私ちょっと話変わるんだけどさ、明日さ、ザイがちゃんと朝早く起きれるようにさ、朝配信予定しておこうかな。さすがに昼まで寝ちゃいそうだから、何時に配信しよう。今日はでももう全てのことを諦め、キャリーを片付けるとか一旦全てのことを諦め、もう配信が終わったら歯磨きをして寝ようと思ってるわけだから、なんか12時とかには多分寝つくから、どうしよっかな。愛媛と一緒で8時からにしますか。愛媛とかさ、よくさマジで毎日8時に配信できてたなって今思えば思うよ。なんか他のキャストの人にも、え、朝から配信してんのみたいな、めっちゃびっくりされたのね、すごいねみたいな。で、私的には別にまあ8時くらい余裕ですみたいな感じ、え、全然そんなあれですみたいな感じだったんだけど、よく考えたらすごいな。家帰ってきたら急に8時に配信するの、なんかえ、めっちゃきつないって思い始めた。え？ホテル愛媛にいる間はなんかね8時とか全然余裕だったけど、家で8時結構ん？早くない？って思ってる。しかも毎日1時とか2時とかさに寝てたのに、よく8時に配信、それを毎日続けれたな。10月2日見に行きますね。お、嬉しい、ありがとうございます。10月前半たくさん出ますから、皆さんぜひ、まあ10月にねで見に来れないよって人もまだ11月にもチャンスはあるので、全然急がず10月予定が空いてる方はぜひご観劇しに来ていただけると。こんばんは、こんばんは。でね、今回の舞台はなんか一回見たらね、もう一回もう一回って見たくなるようなねミュージカルですよ。ワクワクする、心がね、心がワクワクする。
なのでまあ皆さんね、一度とは言わずにね、二度三度と足を運んでいただければと思いますけど、まあいかんせんちょっと場所がね遠いので、まあ2回3回と行きづらい場所ではありますが、まあ無理せず見に来ていただければ。こんばんは。まあ1週間ぐらいね泊まって毎日見てもいいしね。極論すぎ。松山から遠いの？まあ隣の市なんでね、ちょっと距離はありますけど、東温市なんで。配信の予定はないの？ちょっとそれはまだわからないので、坊ちゃん劇場の方に問い合わせてください。私には分かりません。でミュージカルはね結構生ものだからね、できれば配信じゃなくて実際に見てほしいですけどね。全然迫力が違う。声が素敵。ありがとうございます。嬉しい。愛媛に住むのがベスト。まあそれはそう。それはそうだけど、だからさ、1ヶ月連続で出るんだったらさ、1ヶ月さお休みして来てもらってもいいけど、結構頻繁にね変わっちゃうからね、メンバーがね。1ヶ月住んでも前半しか渡してなかったりするから、そこもやっぱまた難しいとこですね。愛媛在住のファンもいますよ。本当ですか？毎日見に来てください。毎日見に来てください。舞台ではマイクつけてるの？今回のミュージカルは全員マイク付きですね。そう、まあ、やっぱ歌がある舞台は基本マイクつける気がします。家族の話もソロ曲がある人はマイクつけてたからね。私はなかったから地声でしたけど。ミュージカルはファンタジーの世界に連れてってくれます。まあ非日常にはね連れてってくれますね。今も歌が頭の中でぐるぐるしています。また見に行きます。嬉しい。私が出演する時も来てください、ぜひ。なんか今回のミュージカルさ、本当に深澤さんがとんでもなくいい曲をさ、とってもたくさん作ってくださったから、やっぱミュージカル、私が思うミュージカルのいい曲基準は感激後に頭でこう流れる曲だと思うんですよ。なんか一個も思い出せないよりは絶対あの曲よかったなみたいな、こう頭の中に流れるとやっぱいい曲だなってミュージカルに関しては思うので、本当になんかそういう曲が多いです今回。感激後にずっと口ずさみたくなっちゃうような曲がねとっても多いです。さやちゃんマイクいらん？いや、いりますよ。マイクがあるとやっぱ小さい声で表現できるようになるから、お芝居はできればマイクあった方が個人的には、まあそのちっちゃい箱だったらいいかもしれないけど、やっぱぼっちゃん劇場450人入るちょっと大きめのね劇場なのでやった方がいいなと思います。なんかお芝居じゃない普通のイベントとかだったらね、たださやが声を張って喋ってればいいからいらないと思うけど、うん、お芝居はそうじゃないからね、こう小さな声で表現することもあるからね。もちろんさやかさんの鉄も見ます。嬉しい、ありがとうございます。でもマジでさ、もう見てくださった方はわかると思うけど、とんでもないミュージカルだよね。 すごいよねあれ、あんな楽しいミュージカルあるってぐらい楽しい。素敵な作品に携われて幸せでございます。
いやでもマジで東京帰ってきたらなんかすげえ心っていうかテンションが落ち着いちゃったな。愛媛にいた時はずっといけいけいけっていうかさ、なんかテンション高かったけど帰ってきたらすごいふう一息ついちゃって落ち着いちゃったな。かわいい、ありがとう。楽しみやな。もうさ、なんでさえはこんな後半やねんって感じやけどね。早くやりたいけど、まあでもよく考えたらちょっともうちょっと高めたいからまだ来ないでほしいか。ちょっとね、もうちょっと高めたいわ、自分の演技とか歌とかダンスを。まあ間が空くのも一旦寝かせる期間として大事か。なんか今回東京帰ってくるときにさ、キャストの人にさ、なんかミュージカルのさブルーレイお借りしたんですよ。なんか東京にいる間に見なっつって、おもろいから勉強になるし、おもろいから見なって言って2本借りたんですよ。なんかちょっと明日とか見ようかなと思って。そう、ミュージカル宝塚しか見たことないからさ。こんばんは。ブロードウェイミュージカルのなんかブルーレイお借りしたので、なんか次愛媛来るときに返してくれればいいよみたいな感じでお借りしたので、ちょっと大事に見ようと思って、それも楽しみ、この期間中にね。あとね、なんか今日今配信してて思うけどね、静寂が違和感すごい。そう、静寂だね今この家が。なんか愛媛ってさ何かしらが鳴いてたんですよ。まあ夏8月中はセミがよく鳴いてて、あとなんかようわからん虫、あの鳴き声は何なのかよく分かってないけど、よくわからん虫が鳴いてる音がよく聞こえたわけ。東京静寂なんだがって感じ。今静寂に違和感を覚えてる。愛媛の居心地が良かったのマジで長野に似てたんだよね。なんか気候もなんかそういうなんか音とかもさ、あとなんか景色、山みたいな、山っていう景色すっごい似てて、だからすっごい心地よかったんですよ。もう遺伝子レベルに刻み込まれた居心地の良さがすごい感じれたんだけど、なんか東京ってなんかやっぱカチカチなんか四角い感じするよね。なんか空間が四角い感じする、東京って。うわ、長野帰りてこんばんは。長野帰りたいっすね。全然東京もないわ。どちらかというと田舎が好きですか？どちらかというとというか、ゴリゴリに田舎が好きです。ゴリゴリに田舎が好きですね。長野県大好きだからさ。いや長野のあの山に囲まれて虫たちが鳴いてて、なんかのんびりしてる感じが私は好きなんですよ。私は長野が好きなんですよ。大好き。あの空間がいいよね。やっぱね、でも音の記憶ってなんかすごいあるなと思ってて、
やその虫が鳴いてる音とか安心感あるよね。今日寝るとき YouTube でなんか虫の鳴いてるその田舎の夏の何音みたいなの聞きながら寝ようかな寝つくまで。なんか1時間ぐらいのなんか睡眠導入 BGM みたいな、そういうの探そうかな。田舎の音みたいな、よく眠れそうだわ。そしたらの星も綺麗だった。愛媛で一回も星見てないわ。そういえばちょっと待って空見上げてないな一度も。夜次愛媛行ったらちょっと確認するわ。ごめん、あんまちゃんと見てないわ。そういえばそういえば見てないわ。一人だったらこうやって なんかさ外歩く時はこうやって歩くと思うけどさ、基本浜ちゃんといたからこう横向いて喋っちゃってたからさ、ちょっとあんま見てないわ。ごめんごめん、ちょっと見てなかった。そういえばね、今思い出したら思い出せなかったもん。愛媛の空をんんみたいな。そう、長野に愛されるアイドルに、そう長野を愛し長野を愛されるアイドルになりたいと思います。頑張ります。なんか晴れてる昼間の空はよく見たけどね愛媛で。今日もあっちいなぁと思って、めちゃめちゃ青空じゃん、暑っと思いながら見てたけど、夜はちょっとあんま見上げてなかったねすいません。もう長野は秋、まあ涼しそうだよね。そろそろさすがにもう9月ですからね。こんばんは。でも9月もたまになんかさ、え夏みたいなさ、急になんか猛暑が帰ってくる時あるじゃん。え暑、今日暑みたいな、ちょっと長野もあるよね。愛媛でそれやられたもん。あー涼しくなってきたな、秋近づいてきたんや。愛媛もそろそろ秋なのかな、西日本って秋来るの遅かったりするのかなって思って、でももう涼しくなってきて秋だと思った。なんかその次の日ぐらいに、え夏だがみたいなあったね。暑いかと思って。こんばんは。え次愛媛行くときさ、何着てけば、何持ってたらいいんだろう。服何着たらいいか分かんないな。長袖とか必要になるのかな。行く前に浜ちゃんに気温聞かないとな、どんなもんって上着とかいるみたいな聞かないとな。やっぱ見知らぬ地ってわっからんよね、わっからんよね。まあさすがに10月は長袖か。いやちょっとさ、西日本ってさ行ったことないから分かんないのよ。えやっぱ西日本も別に10月はさ涼しいわけ。分かんない、なんか分かんないな。愛媛じゃそんなに東京と変わらん。あそうなんだ、あんなに場所違うのに。本当に本当に、だって大阪とかそう暑くない。大阪とかめっちゃ夏長いイメージあるわ。え大阪暑って思うけど本当に。そっかにわかに信じがたいな。
のとは標高が違うからむずい。あーなるほどね、標高問題ね。なるほど、そっか長野は標高が高いから寒いのか。確かに言われてみればそうっすね。四国そんなに標高高くないもんね、どこもかしこも。東温市がどれぐらいかあんま知らないけどあんまり知らないけど、標高問題あるね。ね、四国高い山ね。なんか一番高い山が仙南って言ってて、え、低っって思ったんやね。長野県って高い山多いやん、てか山が多いやん。なんか四国で一番高い山が仙窟みたいなのを他のキャストさんが言ってるのを聞いて、え、四国低っって思った。千何百メートルしかないよみたいな。冬場の旅行は防寒着で荷物かさばる。確かに。次行くとき大きいキャリー。次まだ10月はまだいいけど、11月後半とかにもし出番があったらまたちょっとキャリーのサイズ悩みますね。そうだよね、防寒着がすげえかさばるよね。厚手のパーカーとか全然かさばるもんね。難しいですね、難しい。洋服むずいな。次のパッキングもまた頭を悩ませそうですね、非常に。悩ましいな。愛媛の秋の味覚も楽しみになってきた。いやそれな、秋の味覚最高だよね。なんか愛媛にいる間ね、ちょっと食費に関してはちょっと財布の紐が緩くなっちゃうんだよね。せっかく愛媛にいるし美味しいもん食べとこうみたいな。そう、なんか愛媛のスーパーだと買えたものが今日東京のスーパー久しぶりに行ってさ買えなくなった。あ、ちょっとこっちで買うにはちょっと高いなみたいな。そう、じゃこっちで買うにはちょっと高いからやめとこかなみたいなね、ちょっとなってますね。やっぱ旅先ってなんか財布の紐が緩んじゃう節はありますね。こんばんは。そんな感じで、そろそろ終わりにしますか。なんかその物価とかじゃなくて自分の体感、そう、なんかあっちだとなんかパンとか、パンっていうかなんか菓子パンとかさ、お惣菜のサラダとかさ余裕で買えたけどさ、東京にだと、まあ、買わなくてもいっかみたいな。そう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 、ちょっとなるよね。まあいっかみたいな。え、そうだから物価じゃなくてあ、なんて言ったら伝わるんだろう。ね、物価が変わるとかじゃなくて、物価の問題じゃなくて自分の気持ちの問題。伝わらねえかな。
伝わらないかも、私だけなのかもこの感覚。ピエン、ピエン、ピエン。まそんな感じでそろそろ終わりにします。なんかショルームバグってる。ランキング、ランキング、ランキング読みます。13位おめえらさん、ありがとうございます。12位ピアノマンさん、ありがとうございます。11位バイコゾーさん、ありがとうございます。10位ヤスさん、ありがとうございます。9位マンダリンさん、ありがとうございます。8位ニルタイスさん、ありがとうございます。7位ケンケンさん、ありがとうございます。6位ヒルリンさん、ありがとうございます。5位ヤチさん、ありがとうございます。4位マサトさん、ありがとうございます。3位マサッピさん、ありがとうございます。2位タテヤマケンケンさん、ありがとうございます。1位はトメさん、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。また明日、じゃあ朝の8時にお会いしましょう。みんなも早寝してください。まあ明日は頑張っておきます。床で寝ないようにします。ではおやすみなさい。バイバーイ。